よー。こんばんは。 This is 恋はマイホーム。令和元年10月4日1時15分1時15分ですね。僕らの青春の時代の1時15分ですけどもワイン2本目立ってまして、今日は多分僕の中で絶対美味しいんだろうなっていうこのワインを自分のお店で買ってきました。コートディローンローンバイロジェサボン。ロジェサボンってうちでもシャトーヌフードパップとかも売ってるんですけど、シャトーヌフードパップの中でも一番最古に記録されてる生産者ですね。でそのシャトーヌフードパップとかも作ってるロジェサボンが手掛けるコートディローン、シャトーヌフドパプっていう超有名生産者のとこだけではなく、もっと広げたところからブドウを栽培して作ったのがコートディローン。要はもっと広域にブドウを集めて作りましたよ。ただこのロジェサボンのね、醸造技術があればね、絶対うまいもの作るんじゃないかなと。これ価格ごめんなさい、今ちょっと忘れちゃったんですけど2000円台前半です。ここにテロップで詳細つけます。2000円台で多分絶対うまいんじゃないかな。でヴィンテージは16年、いい年ですね。そうですね、3年前。アルコール度数 14.5 です。もうあれですね、スティルワインのギリギリのギリギリ、絶対アルコール度数ですね。アルコホリックでうっていうぐらい果実味と甘さがパッて出て、その後にスパイシーな複雑味が絶対出てくる。南仏特有の力強い乾いた石のような味が出てくるんじゃないかなと。ああ皆さん見てください、まだ若々しい匂いも黒みがかって、やっと節がね、ちょっとシソっぽい。そうですね、非常に赤らしくて、でエッジもルビーがかっていて、ルビーですね、はい、で光り輝いておりますね。香りはもうなんかちょっと梅っぽさが出てくるんちゃうってぐらい若々しいですね。これは非常に健全な状態ですね。じゃあちょっと香りを、これ絶対うまい、間違いない。もうね、ロジェサボンのヌフパプもう飲んだの2ヶ月ぐらい前ですけど、同じ匂いですね。ブルーベリーです。やっぱね、このブルーベリー粉ってやっぱグルナッシュ、いいグルナッシュから取ってるなっていう感じですね。で、やっぱすごいそのブルーベリーがすごい凝縮してパッて立ってるような甘さがすごい香りでニュアンスとして感じられますね。あ、これ多分マジでやばいと思う。マジか、絶対うまいです。いってきます。はい、これマジやばいっす。多分ね、熟成してもうまいんですけど、そのいいブドウを使ってる凝縮感っていうのが3年経って今一番感じれますね。飲んだ後この戻ってくる香りがちょっとやっぱ酵母っぽいニュアンスもすごいあるんですけど、でもそれよりもこの凝縮感が勝つ。2、3ヶ月前になるんですけれども、こちらもちょっとお値段高いシャトーヌフードパフと比べて味わいの違い、アフターです。アフターですね。ヌードパフの場合はアフターに胡椒っぽさとか、もうそれこそ黒胡椒をかじったような感じが口に残るんですけど、これは複雑さ、スパイシーさ、
よりもずっとそのブルーベリーの凝縮した感じがふわーっと残る感じ。なるほど、シャトーヌフドパフ、これは素晴らしい。むしろスパイシーさが抜けてフルーティーな。いや、これでね、この2000円台前半で買えるってね、マジでやばいと思うよ。いや、もうちょっと島田君飲んでみて。いや、色、いや、絶対うまいよ、これ、うん、向井修徳さんをバックに。これ3、4000円の味がする。ちょっといただきます、はい。ロジェ・サボンといったらヌフトロナドの中でも本当に伝説的な。あ、やばいっしょこれ。あの、多分ワイン初心者の人でもこの良さって伝わって、うん、そういう良さもあるっていうか、うん、あ、これもうちょっと熟成させたら、デキャンターしたら、この割とね、アフターピッと止まっちゃうんですよ。実には残るけど、はい、でヌフトポップの場合はこの後にバーって香りが戻って、若干開いてない感じもあるからあれなんですけど、でまだまだ可能性のあるワイン、果実味でこのレベルが出てきたら、僕の中では3、4000円、2000円台で買えるって、これはマジ馬安ですよ。このうまさが絶対いいなと思ったから、ぜひこの気持ちをつ伝えたかった。おー